皆さんこんにちは、Kパパと申します。今日は横川駅に来ています。ただいま各種定期列車を撮影しながら今日の乗車する浅間号を待っているところです。今日の日付は1995年10月28日です。今日はここ横川軽井沢間の薄い峠で特急浅間号を利用した際、薄い峠愛あふれる神アナウンスが車掌さんからありましたので、ぜひ皆様にもご紹介したいと思います。私も何度もこの区間で浅間号を利用していますが、こんなに薄い峠の特徴を分かりやすくお客さんの興味が湧くように車内放送された車掌さんは初めてでしたので、ぜひともご紹介したいと思います。早速本日横川から軽井沢まで乗車する下り特急浅間21号が来る時間です。 EF6310連との連結も終わり、出発準備が整いました。16時38分特急浅間21号は軽井沢に向けて出発します。こちらは特急浅間21号の横川駅発車時の右側車窓の様子です。この先、車掌さんによる神アナウンスをぜひお聞きください。私はまた停車しました。列車は横川を閉じたしまして、これより新州軽井沢と向かいます。これより列車の那須町薄い峠を開通でまいります。ここで薄い峠のご案内させていただきます。横川の標高は386メートル、軽井沢は939メートルございます。標高差553メートルございます。先頭の 66.7 という勾配がございます。皆様本日ご乗車いただいております、この浅間号先頭の11号車から最高峰1号車まで約220メートルございます。先頭のお客様と最高峰のお客様では15メートルの高低差をいたします。15メートルと申しますと、ビルに立ち寄りますと5階のビルに移動といたします。そのために、列車だけでは運転できませんので、後よりに一貫車を2両連結いたしまして申し上げております。わずかな距離でございますが、速度は上り24分、自動で実車しますと32キロ、下りは時間が17分、39キロの上りとなります。先ほどから車掌乗り心地悪くなっております。台車と車体の上で予約した時のメイトには軽井沢到着までしばらくご辛抱願います。軽井沢の到着は16時54分となっております。軽井沢の到着は16時54分となっております。いや、車掌さんによる分かりやすい薄い峠の紹介に感動しました。列車は約14分走行して軽井沢駅に近づきました。
この先再び車掌さんによる車内放送です。機関車切り離しのため停車しますという放送がとても貴重だと思います。いただきましたありがとうございました。まもなく歩いてございます。乗り口は右側でございます。お乗りの方は乗車後の乗り口を見てください。乗り口は一つ連携といたしました。機関車を切り離しておりまして、乗り口は3分ほどお止まりにして、乗り口は57分でございます。乗り口は先関連停車のお名前に移動所を3番線で17時18分も出てください。今日は薄い峠愛あふれる車掌さんからの神アナウンスを聞けて大変大満足でした。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。